地元ん話を地元ん言葉でお届けする方言ドラマ。今回舞台は対馬要塞廃墟で一夜は過ごすことになった男の子と女の子物語たい。どうぞ。よわし、ちょっと待たんね。静香先輩、あの遠吠えはやっぱり夜景かと。あの止まると追いつかれて。もう分かったっけ。走ればいいってろ。静香先輩、あそこ。どこ。あのアーチ型の入り口まで走って。僕たちは道に迷い、野犬に追いかけられている。長崎県の伊東、対馬の山奥で。ヨワシ、遠吠えやんとらん？え？本当だ。砲台跡かな。砲台跡って何？大砲があったんですよ、ここに。大砲って、ここトンネルじゃないと？要塞です。多分日露戦争当時の。日露戦争？なんで対馬に要塞があると？対馬は日露戦争の主要戦闘地域だから。へえ、日露戦争っちいつ頃？明治37年。江戸時代かと思った。え、先輩？日本史とか世界史とか取っとるよ、決まっとろうが。言って、なんね、肩叩いたぐらいで大げさに。ほんと弱いっちゃね。そんやけん弱しっち言われるとよ。そう、僕は弱しと呼ばれている。本名は強しだけど気が弱いので弱し。ちなみに静香先輩はうるさいので、影では静香ではなくうるさかと呼ばれている。私こっちの大きい石に座るけん、弱しはそっちの小さい方でよかろう。あ、はい。なんでこんなことになったっちゃろ。だいたいさ、弱しがいけんとよ。対馬さんのアサギマダラは他のとは違うとって珍しいやら言うけん。すみません。珍しいやら言われたら追いかけんわけにはいかんやろ。はい。あんたのせいで山道に迷ったっちゃけんね。あんたのせいで野犬に追われたっちゃけんね。あんたのせいで雨に降られて。なんだかわからないけど、全部僕のせいになっている。喋り出すと止まらないうるさか先輩は、捕まえるべき蝶を見つけると止まれない人でもあった。対馬はガラパゴス諸島のような島。本土と同じ種類の蝶でも大きさや模様が微妙に違っている。対馬裏干ししじみ、台湾モンシロチョウなど、この島にしか生息しないチョウも多い。対馬さん、アサギマダラの大群を見たのは初めてだった。夢中で追いかけるうち、他の部員とはぐれ、うるさか先輩と二人になっていた。対馬東高校の生物部恒例夏合宿は、3日間山でチョウの採集をしまくる。僕にとっては夢のような合宿だ。でも、うるさか先輩と山の中で二人きりなんて、夢は夢でも悪夢だ。てか眠い、夢の中に入っていきそうだ。なんでやねん。なんで携帯繋がらんと。携帯って誰にかけるんだよ。お母さんもお父さんも心配しとるとに。ああ、家族か。そっか、こういう時家族は心配するんだ。父さんと母さん、最後に話したのはいつだっけ。僕が都内でトップクラスの私立中学に合格した時、父の会社が倒産した。両親は借金取りに追われ、金の工面に走り回った。僕は対馬の祖母に預けられ、中学の入学式は対馬で迎えた。両親に最後に会ったのはいつだ、いつだっけ。携帯を再起動
ダメだ、意識が。いや、さすがにそれは僕のせいでは。対馬の山奥には電波が繋がらないところがあって。そんなこと知っとる。はい、あの、静香先輩、僕、寝てもいいですか？なんか疲れちゃって。寝る？今何時ね？夜中の3時。後編に続く。